はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。めっきり寒くなってまいりました。はい、もう20度ぐらいのね、今部屋25度ぐらいなんですけど、外出たら多分20度ぐらいだと思いますね。まあ、今日はビールです。アサヒのオレン、スーパードライのオレンジ&ブラックですね。スーパードライドライブラックのバースタイルオレンジ、数量限定、無果汁の発泡酒です。ドライブラックにオレンジの風味を加えたお酒です。法令上発泡酒に分類されますと。オレンジで楽しむ超爽快ドライブラック、氷を入れるとより美味しい。だってまあ俺は入れねえけど、まあ、多分値段200円ぐらいかな。まあ以前もこれありましたけどね、こういうのね。ライムブラックって。今日のつまみは、今日久々につまみを、カロリーメイトのチーズ味。俺カロリーメイトチーズ味が一番大好きなんですが、久々にね、食いたくなってね。なんか、もうすぐカロリーメイト、なんか、プレーン味っていうのが出るらしいです。で、プレーン味と何ぞやっていう話なんですけど。まあ、俺一番、チョコレート、時点で、ポテト味が好きなんですけど、ちなみに一番嫌いなのはあれですね、フルーツ味です。それじゃあ乾杯。うん、うん、オレンジの香りがする。原材料が麦芽と麦芽エキスとホップと米とコーンスターチと香料、アルコール度数 5.5%、麦芽使用率 50% 以上、香料しか、まあ結局そういうことですね、香料のみとオレンジの。まあ、まあいいんじゃないの。うん。微妙。うん、まあ。いや、だいたいね。ドライブラック自体あんまり美味しくないんですけど、うん、オレンジ&ブラック、こちらが、です。9月9日発売となってますね。うん。あんまり、ドライブラック自体あんまり好きじゃないんですけど、うん、あ、うん、うん、久々に食べた、美味しいですね。スーパードライの、サイトに行くと、このドライブラック、に、レモンと、はたまたライム、また、
オレンジ。この3種類で、飲んで美味しいですよ、みたいなのが書いてありますね。うん。しかもこの、氷を入れて、で、うん。レモンとかを絞ると。うん。他にもグレープフルーツとか、すだちとか。うん。俺個人的にすだちとライムの味の違いがあんまりよくわからない。うん。どっちもいいんじゃないか。あとカルピスなんかもあるね。カルピス入れるの。あ、コーヒーなんてある。インスタントコーヒーを振りかける。あとシナモン。あと、アーモンドブラックだって。これ意味ないだろう、アーモンドは。さすがに。アーモンド、こう、泡の上になんかアーモンド乗ってるんですけど、この見た感じで。これ意味ないと思うけどな。クラッシュアーモンド。微妙やな、これもな。うん。なんかカロリーメイトうまい。やっぱチーズ味がうまいな。つまみになる。うん。ああ。うん。まあなんか、やっぱり、やっぱ薄いんだよな。ドライブラックな。やっぱアサヒはね、アサヒの黒ビールはやっぱアサヒの黒生に限りますよ。アサヒの黒生。これに勝てる、黒ビールはなかなかないですね。俺の飲んだ中だと。うん。これが多分、もしくは一番うまいのとしては、やっぱり、朝日の、瓶のスタウト。スタウトってやつね。これはうまい。うん。うん。そんなもんだろうな。だからドライブラックはだいぶね、ドライっていうかね、薄い。そもそも。うん、薄いんで、あんまり。今日が9月14。
寒くなってまいりました。いや、ちょっと待てよ。コクがほとんどないんですよね。まあ、香りは確かにあるような気もするけど、まあ、オレンジの香りだしな。微妙だな、これも。2343です。ご視聴ありがとうございました。